人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。